どうも、原田です。本日は遅れていました人気で定番のジェラードの寝るシャツレギュラー丈入荷してきましたので、さらっとね紹介していこうかなと思います。まあ、一応ねこちらのアイテムです。毎年4色でね展開しているんですけども、僕のお店の方では3色をピックアップして入荷しております。まあ、どのカラーもですね、コーディネートしやすいので3色ともぜひチェックしていただければなと思います。で早速なんですけども、こちらの寝るシャツはですね、しっかりとした生地感で着応えのある一着となっております。旧式の力色機でね折った、別注生地でね作られているっていうのもポイントになります。製品加工も施していますので、生地の表面なんかこう油抜けしたようなこの雰囲気を出しているっていうのも、さらにポイントとなっております。古着屋さんとかね、の寝るシャツとか見てもらうと分かるんですが、こう、かさついたって言えばいいんですかね。こう油抜けしたような雰囲気を、この寝るシャツでも表現しているって感じです。あとはですね、裏もこう着込んで、紐を少し押さえているような、この雰囲気っていうのも、また出しております。こう、見えないところもね、かなりこだわった寝るシャツになります。ちなみになんですけども、縫製は綿糸を使用しているみたいなんですけども、一部ね、スパイトを使用して作られているということです。結構加工をね、強めにかけているので、負荷のかかる場所なんかにはね、スパイトを使用しているっていう感じですかね。でデザインは両胸にフラップ付きのポケットが付いているデザインです。でシルエット自体がアームをこう少し細くしていて、こう身幅をねタイトにスッキリとしたシルエットに仕上げております。やばっとさないシルエットなので幅広く活躍するアイテムになります。ここ最近はですね、結構ゆったりめの洋服っていうのが多かったんですけども、これはもう真逆で結構タイトめにスッキリと着られるアイテムになっております。でこちらのレギュラー丈なんですけども、通常のね、寝るシャツよりも着丈は短くなっております。結構レギュラー丈ってこう聞くと、かなり長い丈をね、想像しちゃうんですけども、全然短めの丈になっております。一応174センチの、65、6キロで15の M サイズをね、着用しております。サイズアップでね、着ても全然いいかなと思いますけどね。でこのショート丈と、レギュラー丈ってジェラードの寝るシャツではあるんですけども、この違いっていうのが、ショート丈の方が、肩幅がね少し広く作られていて、レギュラー丈、今回入荷している方は少し狭くで、そして着丈を少し伸ばしているっていう感じですかね。細かいところはあるんですけども、このショート丈とレギュラー丈はね、丈の長さだけじゃなくて形もちょっと変わってるよっていうのも一応お伝えしておきます。で僕のお店の方では着用もしやすいね、レギュラー丈の方入荷しております。ぜひチェックしていただければと思います。オンラインショップにもね、掲載しましたので、店頭とオンラインショップ合わせてチェックしていただければと思います。以上です。